下町ロケット最終回視聴率 22.3% で優秀伸び。今年の民放連ドラ最高。俳優の阿部寛、51、が主演を務めた TBS 日曜劇場、下町ロケットの最終回、第10話、が、20日に25分拡大で放送され、平均視聴率は 22.3% だったことが、21日、分かった。第8話の 20.4% を上回り、自己最高をマーク。自身による今年の民放連続ドラマ1位も更新して優秀の美を飾った。瞬間最高視聴率は午後10時11分の 25.8%。完成した新型人工弁ガウディの臨床治験が成功した場面だった。第6話から後半ガウディ計画編がスタート。後半パートは直木賞作家池井戸潤氏が10月3日から新聞連載した下町ロケット2ガウディ計画が原作で、連載との同時進行が話題を呼んだ。物語はロケットエンジンから医療機器の開発に移った。池井戸氏原作をドラマ化した半沢直樹ルーズベルトゲームを手掛けた脚本八津博之氏、演出福沢克夫氏が三度タッグを組んだ。ミュージシャンの吉川浩二50、タレントのめぐみ俊明51、落語家の立花和談春49、お笑い芸人の今田浩二49、フリーアナウンサーの高島彩36らに続く異色のキャスティングが次々に的中。作品は最終回前日の19日午前4時半過ぎにクランクアップ。限界ギリギリ極限の撮影が続いた。最終回直前の午後7時からは新映像を加えた総集編2時間スペシャル超緊急特別ドラマ企画下町ロケットから最終章を緊急編成。最終回を盛り上げた。